桂南京は東京都中野区出身の落語家。落語協会所属。出林、吉原鈴め。門、丸に、剣片見。本名、末吉とよひこ。1963年1月、三代目、三遊亭金馬に入門。前座名は、三遊亭豊か。翌年1月21日、東京有楽町の東方名人会にて、初講座。 演目は、ジュゲム。1965年2月に三代目金馬が死去した、ため、兄弟子の二代目、桂小南門下に遺跡、桂豊に改名。同時に、落語芸術協会に加入する。1967年10月に二目昇進、南笑いに改名。1977年3月に、新内昇進し、南隆と改名。1984年に、 桂文朝、桂文章、文章の弟子桂金地と共に、落語協会の5代目、柳屋小三門会移る。年に2回行われる、独演会、桂南京一人っきり会を行っている。NHK 教育テレビの、テレビ絵本絵本寄せにも出演。趣味は自転車、将棋。ロードレースを趣味とする6代目柳屋津葉女が、リーダーを務めた、落ち社会の会員であった。 アラスカ州アンカレジで落ち車して怪我をし現地で数日入院した経験がある。師匠の三遊亭金馬に趣味の釣りの友を言いつけられたもののミミズが苦手と言って断ったことがある。レコードと CD が CBS ソニーから CD がキングレコードから発売されている。映像では NHK 教育テレビで放映された番組テレビ絵本の人気コーナー。 絵本寄せが DVD 化されており、に出演している。DVD 付書籍では、に出演している。に集載された、落語での飲み食いの演じ方を執筆している。ありがとうございます。